はい、今回はですね、日本で海岸線から一番遠い地点に行きます。ここから歩いて行っています。日本で海から一番遠い地点、 2.3 キロ、ここに行っています。今ここなんでね、林道1300メートル行って歩道1000メートル歩いた先にある。でここからはね、車で行けないんで歩いていきます。全部合わせると約2キロですね。あと1800メートル。林道はここまでだね。海から一番遠い地点まであと1キロ。あと1キロです。
すげえ、これ道がこれ崩れてんのか。あと700メートルです。あ、すげえな、この道。なんかよくわかんないんだけど、道が。道がすごいな、これ。すげえな、この道。
あともうちょっとのはず。これでも分かんないよねこれ。あ、反対板があった。なかなか少し。ずっとこういう道。橋は悪いんやから。
残り 100m。 よっしゃ、着いた。ここだ。日本で海岸線から一番遠い地点。はい、これ山っぷですね。日本で海岸線から一番遠い地点。来ましたってやつかな。2029年か。すごいねこれ。もう書いてる人いないでしょ。29年だ。いやー、これだ。いや、しかしもう道がもう荒々しいと思ってないね。本当に行けるのかって感じ。でもなんとか来れましたね。これ先行ったら迷うね、これ。これ沢があったから、まあ、その通りに来ればよかったけど、これ沢から外れて変な道行くと多分迷うね。まあ、なんとかでもこれでよかったです。日本で海岸線から一番遠い地点でした。